ジョン・グッドマンはアメリカ合衆国ミズーリ州アフトン出身の俳優。1952年ミズーリ州に生まれる。母親は飲食店のウェイトレスで父親は郵便局員だった。しかし1954年グッドマンが2歳の時に父親は高い。地元アフトンの高校へ進学してフットボールを始める。奨学金を得てミズーリ州立大学で フットボール選手として活躍していたが、足を負傷して、プロフットボール選手の夢を断念。しかし演劇への興味を深めて、1975年に俳優を志してニューヨークに移る。オフブロードウェイの舞台に立った後に、テレビにも出演するようになる。1983年に、愛に向かって走れでメジャー映画デビュー。その後も、テレビや映画などに出演して、 1993年にはコメディエンヌのロザンヌバー共演の人気テレビシリーズロザンヌの出演でゴールデングローブ賞を受賞。5度目のノミネートでの快挙だった。同作品ではアメリカンコメディアワードも受賞している。2007年にはスタジオ60オンザサンセットストリップでエミー賞を受賞。公演兄弟作品の常連でもあり、主演をこなすことは少ないが、 癖のある重要な脇役を演じることが多い。2011年と2012年に出演した2作品が2年連続でアカデミー作品賞を受賞している。1991年に制作された夢を生きた男ザ・ベーブでは伝説の野球選手ベーブ・ルースを聞きと演じて印象を残した。ウォシャウスキー兄弟のスピードレーサーではサナダ・ヒロユキやチョン・ジフンダとも共演している。 声優としても定評があり、特徴ある声を生かして、ピクサー制作の大ヒット長編アニメ、モンスターズ・インクのサリー役の声を務めたほか、プリンセスと魔法のキスなど多くのアニメで声優としても活躍している。舞台面においては2008年にコダックシアターで上演されたチャールズ・ディケンズ原作の小説をもとにした舞台、クリスマス・キャロルでは、クリストファー・ロイドと共演して、 現代の幽霊を演じた。その他には劇作家のサミュエル・ベケット原作の儀曲、ゴードを待ちながらにおいて、ポッツォ役を演じている。また、コナン・オブライエンが司会を務めた人気深夜、トーク番組のレートナイト・ウィズ、コナン・オブライエンの放送第1回目のゲスト出演者として、同番組の賞も授与されている。2012年にアメリカのパロディ番組、ファニー・オア・ダイでは、 KFC が芸を擁護する内容のギャグ VTR で創設者カーネル・サンダースを開演した。1989年に結婚しており、現在は一人の娘がいる。チャリティへの関心も高く、2005年にルイジアナ州で多大な被害を及ぼしたハリケーン・カトリーナの救済にも尽力し、当時の地元のコマーシャルにも積極的に出演している。 2010年に2010年メキシコ湾原油流出事故が発生した際はサンドラ・ブロックらと共に基金を募る CM にも出演した。2007年頃からウエイトトレーニングと共に糖分を抑制するなどの食事管理に努め400ポンド近くあった体重を100ポンド以上を落とすという減量に成功している。主に現田鉄商とクスノキミナオオノが担当している。 ありがとうございます。